全国3000万人のナイトライダーファンの皆様、今日もね、速稼塾の私久保がナイトライダーグッズ紹介していきますよ。まあこのグッズが一番ねレアなんですけども、それよりもレアなものがあるかもしれません。まずナイトライダーの本ですね。この小説版がかなり珍しいんじゃないかなと思います。まだ全然読んでないんですけども、綺麗なまんまで3冊ね、多分全3巻だと思いますけども、こちらにございます。そしてですね、これはね多くの方が目にしたこともあるんじゃないかなと思いますけども、まあ、ナイトライダーのコンプリートブックですね。こちらの方はオフィシャルな発売でですね、全てがこの1冊にというよりもこの1冊しか出てないんじゃないかなと思います。他にもなんかね書籍ありましたらお知らせいただきたいと思います。さあ、ここからが本番ですよ。何からいこうかな。生写真いきましょうか。生写真、はい、マイケルさんとナイト2000のモノクロ写真ですね。これ撮影の合間に撮られたような感じです。あの変形バージョンですね。こちらの方の生写真も珍しいかなというところでございます。それからですね、こちら、これも生写真でナイト2000が荒野に入るというね、やっぱかっこいいですね。時代を超えてとっても素敵な生写真、富士フィルムですね。はい、他にはこれですね、縦型で、これはね、ボニーですか、ボニータイラと、ボニータイラじゃない、ボニーとデモンがマイケルさんと一緒に写ってるやつですね。はい、これもなかなかこの大きさではなかなかないかなと。あと1枚、ナイト財団の総帥と羊、デボンさんとナイト2000のこの赤い T シャツあるでしょ、赤い T シャツっていうか赤いタートルネック、これも私に真似して今着ております。それからですね、このマイケルさんといえば謎のバックルチャンピオンベルトみたいな感じですよね。はい、ではここからね、すごく珍しいものです。まずちょっとこれはね、ナイト2000じゃないんですけども、トランザムのミニカーをいただきましたんで、ちょっと紹介しておきますね。ちっちゃいですね。ちっちゃいながらも、77年式か78年式ですか。再現されててかっこいいかなと。あれ?でもこれ、もしかして83年かな?ちょっとわかりませんけども、このミニカーいただきました。で、これが何かと言いますと、これは珍しいですよ。これは、このトランザムのキーですね。キーの部分と、それからキーが2本、スペアキーもついてる部分です。これ、壊れた時には、これ付け替えることができますね。で、超珍しいのが、これはナイトライダーのメダルですね。これ、ちょっと重いというね。記念メダル。これはなかなか手に入らないと思ってないんじゃないですかね、皆さんね。これを、いただきました。ありがとうございます。そして、あと2つ紹介していきたいと思うんですけども、大物です。ポンティアックのパーカーですね。ちょっと開けてないんですけども、これからの時期にぴったりのパーカーが一つございます。で、やっぱナイトライダーといえばこれかなと。やっとこれが着れる時期になりました。これね、マイケルナイトの革ジャン、これはね、公式のものなんで、もうおそらく、これね、注文してからね、1ヶ月ぐらいかかるんですよね。はい。初めて袖を通します。よいしょ。こんな感じですかね。こんなんかな?あ、ぴったりだ。ぴったりです。マイク落ちちゃった。はい、じゃあ今日もね、なんかたどたどしい、あ、なんか機材の扱いが慣れてなくてポロポロしちゃいました。それからね、この撮影中に電話がよくかかってくるんですよ。電話はちょっとやめてください。撮影ね、3回も中断しました。すいませんけど、電話はもうこの時代かけないでください。電話かける方のもうブロックしますから。電話番号もね、削除しようかなと思うぐらいなんですけども、電話番号があるんですよね、めんどくさいことに。皆さん、電話はかけないようにお願いします。それでは失礼します。誰も電話かけてこなくなった。すごく寂しい気分です。